恐怖の水爆飛行船計画は粉砕された。バドーの恐るべきロボットカラテマンは倒され、バドーの陰謀は寸前のところで阻止された。これからもバドーは恐怖の作戦を我々に仕掛けてくるに違いない。頑張れヒーロー、負けるなヒーロー、日本に平和をもたらすために。